こんにちは、エバトタケシです。今回は、自信がなくてすぐに不安になる自分のままで大丈夫というテーマでお話ししていきたいと思います。これこれこういう理由で私にはできると思いますというのが根拠のある自信です。絶対にうまくいくという証拠がある。絶対に失敗しないという裏付けがあるというのが根拠のある自信です。自信を持つには根拠が必要だと思っている人がいます。いい大学に合格したら自信を持てるかもしれない。いい会社に就職したら自信を持てるかもしれないと考える人がいます。しかし私たちはどれだけ頑張っても完璧な自信を持つための根拠を作ることはできません。私はいい大学を卒業したんだ。だから私は絶対に幸せになれるとはなりません。俺は一流企業で働いている。だから俺は絶対に幸せな人生を送ることができるんだとはなりません。私たちは不完全な存在なので、未来のことを完璧に予想することはできません。私たちは未来のことを完璧に知ることはできないのだから、私はこれだけ頑張ったから絶対に幸せになることができますと確信することはできません。私たちは何が起きるかわからない未来に向かっていくのだから、これだけ努力すれば絶対大丈夫と自信を持てるような根拠を用意することはできません。私たちは絶対にうまくいく、絶対に失敗しないという自信を持つことはできません。だから私たちは生きているだけで、うまくいかなかったらどうしよう、失敗したらどうしようと不安になります。生きるというのは何が起きるかわからない未知の世界に飛び込んでいくということです。だから何が起きるかわからないから怖いなとなるのは当然のことです。私たちは不安を感じるのが当たり前なので、不安を感じない人間になりたいと思うことで、達成不可能な目標を抱えることになります。どれだけ頑張っても不安を感じてしまう、自分はどこかおかしいのではないかと考えるようになり、自己評価が下がってしまいます。私たちは絶対にうまくいくという自信を持つことはできないし、うまくいかなかったらどうしようと不安を感じない人間になることもできません。じゃあどうすればいいんだ？このまま自信がない状態で不安を感じながら生きなければいけないのか、生きるのが怖いと苦しみ続けなくちゃいけないのかと思うかもしれません。私たちは絶対にうまくいくという自信を持つことはできないけど、うまくいかなくても自分を肯定することはできます。まあできなかったんだからしょうがないよねと受け入れることができます。うまくいかなかったというのは期待していたのと違う結果になったということです。想定外のことが起きたというだけなのだから、まあ思っていたのと違ったけど、これはこれで楽しいだろうなと思うことができます。私はこれをできるようになるまで絶対に幸せになることはできませんと思い込み、これができない自分はダメだと責め続けることで心が病んでいきます。自分を苦しめるのは自己否定です。自分をダメだと責めるから生きるのが辛くなります。完璧な自信が欲しいという思いにとらわれると、自分を幸せにすることがない努力をするようになります。お金持ちになったら自信を持てるかもしれない。大きなことを成し遂げたら自信がつくかもしれない。と根拠を集めることに必死になります。どれだけ自信を感じるための根拠を集めても、完璧な自信を得ることはできません。自信を得るための根拠集めに必死になることで、自分を楽しませたり、喜ばせたりすることを忘れてしまいます。自信をつけるために、これをしなければいけない、あれをしなければいけない、と自分が好きでもないことを自分に強要するようになります。こんなに頑張ってもまだ完璧な自信を得ることができない、どうしても未来に対して不安を感じてしまう、自分はどこかおかしいのではないかとなり、思い通りに活かせることができない自分を嫌いになっていきます。ということで、私たちは完璧な自信を得ることはできないけど、自己肯定感を高めることはできます。思い通りにいかないことがあっても、まあしょうがないよね。
こんな時もあるよね、と受け入れる体験を積み重ねることで、どんな自分でも肯定されるから大丈夫、自分だけは自分を受け入れてくれるから大丈夫、と安心できるようになってきます。人生は何が起きるかわからないし、期待通りにいかないことだらけなのだから、どんな自分でも受け入れてあげる準備をしていた方がいいに決まっています。私はこれができるからすごいんだ、という根拠を集めなくても、できない時があっても、なんとかなるから大丈夫、と根拠のない自信を持つだけで、生きるのが楽になります。完璧な自信を得るための根拠作りに忙しくなりすぎて、自分の好きなことを自分にやらせてあげることを忘れないように気をつけてほしいと思います。何が起きるかわからない未来に進んでいく勇気を持つために、どんな自分でも肯定されるから大丈夫という感覚を育てていきましょう。